リチャードリー・バーサルは、アメリカの声楽家、オペラ歌手。バーサルは、ミシガン州のマスキーゴン生まれ、アメリカ海軍の潜水艦主体に従軍した後、実業家として働きながら、声楽の勉強をした。当初は、コンサートやオラトリオの歌手として、教会で歌っており、オペラの舞台にデビューしたのは45歳で、シカゴリリック・オペラのワーグナー、ニュルンベルクのマイスター・ジンガー、 アウグスティン・モーザーを歌った時という異色の経歴である。ベルディ、オテロタイトルロール、ベートーベン、フィデリオ・フロレスタン、ワーグナー、トリスタンとイゾルデトリスタン、そして特に、ワーグナー、タンホイザータイトルロールを得意とする。1985年7月、バイロイト祝祭劇場のタンホイザーの初日、主演予定だったルネコロが本番45分前に出演をキャンセル。 大役としてバイロイトデビューを飾った。以後1986年、1987年、1989年にバイロイトで再演、ジェノは、東京、ボン、メトロポリタンオペラで歌った。1987年にはウィーン国立歌劇場にタンホイザーとトリスタンとイゾルデで出演している。 バーサルは1978年12月8日にメトロポリタンオペラでデビューし、ベルディ、アイーダッシャンのマイナーな役割を歌った。その後、1981年にザールブリュッケンオペラハウスでベルディ、オテロとしてヨーロッパでデビューし、主にヨーロッパで歌った。ザールブリュッケンではブリテン、ピーター・グライムスタイトルロール、バーグナー、ワルキューレ・ジークムントを歌った。 1992年には、再びメトに戻り、タンホイザーを歌った。1995年には、ジョン・デクスター、マハゴニーの町の工房ジェイコブ・シュミットを歌った。1996年1月5日、バーサルは、ヤナーチェク、マクロプロス事件のメトロポリタンオペラの初演で、英語役で歌われた、ビテック役を歌っていた。20フィートのはしの途中で、あなたは、 ただ長く生きることしかできないと歌った後、彼は心臓発作を起こし、ステージに落ちた。演奏は中止され、最終的にキャンセルされた。バーサルはセントルックスルーズベルト病院に運ばれ、到着時には死亡が宣告された。彼の死はその日の夕方に報道された。バーサルは二度結婚している。最初の結婚では四人の子供が生まれ、そのうちの一人はエイズで亡くなった。 二度目の妻との間には娘のテスがいた。彼の未亡人と残された四人の子供たちは彼の後を継いだ。ありがとうございます。